どうも全国のアナバンファンの皆さん、こんにちは。ロクロック部のいちいちとペチとケメロシです。よろしくお願いします。さあ、ということでございましてね、あなたの番です。直前考察動画のお時間でございます。はい、こんにちは。こんにちは。ということでございましてですね、はい、僕たちはですね、あなたの番ですというドラマがですね、毎週日曜日夜10時半から放送しておりましてですね、その考察動画をですね、翌日月曜日の朝9時半に最速で公開をしているチャンネルでございましてですね、その前日土曜日にはですね、その直後考察についたコメントなどをまとめてですね、再度考察し直してですね、翌日の本番をよっていうぐらい楽しもうぜっていうね、そういうチャンネルになっておりまして、今日はですね、その直後考察のにコメントついたものをまとめた直前考察の回でございます。本当にこの流れで見ると、あ、こういうところ注意してみた方がいいんだとか、あ、来週こうなんじゃないかとか、絶対あなたの番です、楽しめますのでね、ぜひこの流れで見ていただけたらと、今からでも遅くありません、ということでございましてね、早速いきますかね。いつも通りの流れにはなるんですけれども、直後考察で僕たちが触れたことに関してもさらーっとだけ触れさせていただきます。詳しいこと知りたいよっていう方はもう直後考察の動画で話してることなので、そちらを見ていただければなと思います。あくまでもおさらいで、その後に皆さんがいただいたコメントを読んで、ちょっといろいろ考えてバイバイという感じになりますのでね、19話も楽しみ。ほんとそう、そうだ。ということでございまして、前回僕たちが触れたことについてなんですけれども、タミヤを、まあ、南がね、問い詰めるというか、もう詰めるっていう、まあ、シーンが流れましたね、それはやってねえけどな。ああ、そうか、これはやってそれはやってねえけどな。一回だけだけど、一回だけだった、はい、ぐーってね、やろうとしてて、ただ、そのほのかちゃんを殺してはいなさそうだぞっていうね、あの男はっていうふうにも言ったから、ほのかちゃん事件の犯人ではなさそうだと。で、まあこの後コメントでも触れるんだけれども、タミヤが実はでもやってたんじゃないのみたいなコメントもあったけれども、ほのかちゃんをやってたらあの反応にはなんないかなっていう気はするよね。そうだよね。ただなんかキミコにはアリバイないですよねみたいなコメントも後で読むんだけど、まああのタミヤの知らないところでね、キミコが殺しているって可能性あるかもしれないけれども、ただそうなってくるとキミコをかばってるパターンでもちょっとあの反応にはなんないかなって気がしない。まあそうだね。ってことはやっぱりタミヤはほのかちゃん、まあ仮に例えばキミコがほのかちゃんを殺してたとしても、タミヤは全く知らないのかなって気がするよね。だとしてもね。ってなってくると。まあまあちょっとコメントで触れましょうかね、はい、いろいろと後で、まあそこら辺に関してすごくたくさんコメントが来たので、ちょっと後で触れようかと思います。あとはまあタミヤの演技シーンをね、いろいろとまあ調べたところ、俺がやっちまったんだよとか、10年の年月を砂を噛み血にまみれて暮らしてきた俺の面は変わったろうな、人斬り家業の流れ者、この目が澄んでいるというのかい、おかしな娘さんだな、とかっていうシーンがありまして、まあ、この辺ぐらいしかちょっとピンとくるセリフはなかったんですけれども、コメントでもね、あったのが、結局タミヤの本番っていうのはやっぱり警察の自主なんじゃないかと、それに向けて演技の練習してたんじゃないかみたいなコメントがすごくついて、そうなってくるとね、まあ、ここら辺のセリフっていうのが、まあだから俺がやっちまったんだよぐらいしかあんまりなんか機能はしなそうな気はするよね。確かに、確かに急にこれ言い出したらな、ね、警察人斬り家業のもう使わない。あとは内山がこう南に問い詰められてですね、アリバイをこう聞かれた時に電話をするんだよね、お母さんに、そうすると広島にいたっちゃがねえみたいなことを言われると、で、まあもちろんこれもね、あの本当に母親なのかみたいな線も話もあったんだけれども、まあそれとは別にですね、広島って扉の向こうでね、二階堂の出身地だっていうことが、まあ分かってまして、その扉の向こうでこうグエンさんにトムハップヌックズワっていう料理の作り方を聞いたよみたいなことをね、二階堂ママが言ったりするわけですよ。で、グエンさんっていうのはクオンのまあ本名というか名字なんですよね、グエンクオンっていう名前だと、まあグエンっていう名字なのかもう名前なのかっていうのは、まあベトナムではね、結構めちゃめちゃポピュラーな名前らしいんだけれども、まあわざわざクオンのグエンをそこで使う、なんか5割近くグエンさんらしいんだけど、あ、そうなの？っていう話もあるぐらい。ただ別にさ、ってことは残りの5割は、5割本当にグエンでもさ、別に残りの5割は違うわけでしょ、だったら別に違う名前でもよかったのに、グエンクオンってしたりだとか、まあコーチもね、まあもう結局舞台になっちゃってるから当たり前なんだけど、コーチ出身が大量に増えてたりとか、っていうところで言うと、別に内山の出身地がさ、北海道でも長崎でも福島でも青森でもいいのに、わざわざぶつけてきたと、そこでまた一致させてきたっていうのは、ちょっとした遊び心なのか、それともっていうところですよね。そして小野ですね。小野がさ、二階堂を軟禁して、でその時にまあこうごたついた
タイミングでね箱が落ちちゃうと、うん、で箱の中に指輪だの鍵だのボタンだのブレスレットだの時計だのネクタイピンだのっていうのがいろいろ落ちてて何なんだっていうね、うん、でずっとその僕ら的にはその小野がねそれこそ実はもう本当に何もやってないんじゃないっていうかね、うんうん、交換殺人ゲームとは全く無頓着に、まあ、頭のおかしいやつで人の男を寝取ったりすることにだけこう執念を燃やしてる女なんじゃないかみたいな説で言うと、まあ、ここら辺の集めてるっていうのがまたわけわかんなくなってきたなとかっていうふうには思ったんだけれども、でもここで触れちゃうとコメントでね、あの失敗したら女の人の成功したら男の人のみたいなのでやってんじゃないの、ね、奈々ちゃんのボタンもあって、はい、多くは男の人のものだったんですよ ね、 でも時計とかも男性ものだったんですよ、うん、そうすると奈々ちゃんのだけ浮いちゃってんなというか、うん、女性ものもあれば男性ものもあるで言うと、うん、っていうところで言うともしかしたらそういうルールで女は生きてるんじゃないみたいな、ね、コメントもあって確かにそれはありえそうだなっていう気はしたけれども、うん、あと結構衝撃的な情報が一つ入りまして、小野もやっぱりコーチに関係してるみたい。マジで、うん、どうやらやっぱり高知県 PR ドラマになってきたぞ。そうまあちょっと後でね改めて思いますけど、そうなるとやっぱりこの全く無関係説っていうのは薄まってきちゃうのかなって気もするよ ね、 ね、はい、あとはですね内山が301にいたんじゃないかっていうことがね18話で、うん、まあ、話題になりまして、これがまあ小野の部屋なわけなんですけれども、結局303が全く今のところ出てきてないわけですよ。まああの黒島をあれした時以外、これで303内山が使ってなかったら何だったのって気もするんだよね。あ、そうだね、それこそカーテンだからね付け替えたりだとか、まあ、まあできるけどね、うん、まあ現に小野は出入りしてたわけですからね。まあそうだね、あれがまあ一つの伏線でもおかしくないよね、うん、301か303だろうねこれもね、うん、間違いなくね。でも303だとしたらやっぱり小野が関わってるところになっちゃうの、まあ、そうだね、誰かしらがいないと 出入りはできないもんね。あとはまあ黒島が 89% 出まして、二階堂の AI ってポンコツではないので、うん、あの総一も黒幕ではなかったけれども、まあ、危険なやつだっていうことは当ててますからね。確かに、なので 89% 出ちゃってるっていうことは、まあ、いろんな条件が重なってるからねそりゃ出るだろうって気もするんだけど、とはいえ黒島もやっぱり何かしらはやってんだよ。それこそその黒幕とかあのではなかったとしても、うん、やっぱり何かしら問題を抱えてそうだなっていう、何度も言うけど黒島って本当になんか危ないシーンがないんだよね一個も。そうだね、なんかその、うん、危ねえ危ねえって言ってんのに靴べら持って外出ちゃうとかさ、うん、ちょっとバカなとこはあるけどさ、うん、それこそそんなになんか危険な部分ってなくて、そうなってくるとやっぱりなんかないとなっていう気もするけどね、うんうん、まあ結局ずっとずっとミスリード役だったのかもしれんけれども、これが本当に黒幕でしたっていうオチなのか、黒幕ではなかったけれども実はこれやってましたとかっていうオチなのか、うん、まあちょっと具体的なことはまだ分かりませんけれどもね、はい、っていう感じでございます、はい。まあ、ぜひね、あの興味がある方は直後考察の方を見ていただければね、うん、もっとより詳しく喋ってますので、ね、見ていただければというふうに思います、はい、ということでございまして、はい、皆さんからのコメント触れて終わりにしたいと思います。タミヤについてですね、うん、RRKO200012 犬さん、はい、タミヤさんが急に没頭し始めた演劇は自主という本番のための準備という解釈でいいのかな。だとしたら誰かをかばってるとしか思えない。素直に自主したなら演技する必要はないしということで、まあ、さっき言ったことと一緒だけれども、ね、うん、まあ、タミヤのその練習とか本番っていうのが結局その警察への自首、そしてそこで話すことなんじゃないかと、うん、なるほど。それこそタミヤっていうのはそのアドリブはあんまり聞かないけれども、まあ練習すればできそうではあるからね、うん、そうだね、うん、で誰かをかばってるとしたら結構それこそね、あのアリバイっていうところで言うとやっぱりキミコにはアリバイがないわけですよ。そうだね、だからそのキミコなんじゃないかっていう話も結構あったんだけれども、うん、そうすると知ってなきゃおかしいんだよねタミヤがキミコハマってるってことだからね、うん、ってなってくると、あの男はってあそこで出てきたっていうこと。そうだね、あとほのかちゃんの時もさ別になんか自然ではあったじゃん。そうだね、それは演技なのかもしれないけど、まあ、確かにね、ってなってくるとそのキミコ変わってるっていう線はどうなんだろうなとは思うけど、うん、ただなんかこの意見というかこの考察自体はすごく、ああ確かになって思うよね、うん、でもさ俺思ったけど誰かのためにだとしてさ、うん、のんきに不倫とかするかね。ああ、うん、そうだよな。だってさキミコをかばってるとしたらさ、うん、キミコをかばうためによし昔演劇やってたけど力も衰えちゃったからもう一回劇団に入り直してちゃんとあの頃の輝き取り戻してから自首しよう、うん、それでキミコ
を買おうってなって劇団に入ってさ、うん、東が出てきてさ、ありえる？いやでも、いやわかんない男だよあまりにもやってんな、こいつやってんな、やってんないやだってあんなさ、可愛い子がさ、急にさなんか好きですみたいに来てさ、うん、いやってさ、完全にできる強さがなかったっていう、かばうどころか悲しませてまあねこれも結構来てた、まあ今週の八名歌と言ってもいいかもしれませんね。今週の八名歌、はい、今週の八名歌コメント乃木、欅、日向坂46さん、同じにするかねっていうので言うと、同じにするかねっていうのは二階堂の広島出身と内山の広島出身というかね、まあ、僕あの出身って便宜上言っちゃったんですけど、まあ、出身かどうかは分かんないですけどね、うん、まあ、おじいちゃんの家が広島っていうところで、それ同じするかねっていう話をまあさっきもしたんですけれども、それで言うと黒島の家庭教師とタミヤの表彰した警察の名前が同じ松井っていうのもですと、ここまで同じなのが多いと回収されずたまたま同じでしたと終わらせる、考察させてやろうという考えなのかなと。まあこれあの黒島の家庭教師がね松井先生だっていうのはまあ分かってたと思うんですけど、タミヤが表彰されて新聞に載ってた時の表彰出したそのなんていうのかな、前警察総監なのかは知らんけど、あの人の名前が松井っていう名前だったと。でまあ同じ高知で起きてることだからね。あそうだ、ね、でその松井で家庭教師って基本的におじさんはやらんと思うから、そうだ、ね、まあこの松井さんの息子とか娘とかっていうことになるんだろうね、うん、その、はいはいはい、関わりがあるとすればね、うん、でそれで言うとね、ちょっとこう黒島に関わらせていろいろと考察してくれた方がいて、うん、アリエル・リトル・マーメイドさん、ほのかちゃん事件について2通り考えてみましたと。1つ、松井先生と黒島の共犯、親は朝まで勉強を見てもらったつもりでいても、その間に2人で抜け出して少女殺害していた、松井先生イコール松井所長の息子娘かもで、タミヤは松井先生の犯行の証拠を見つけてしまう、証拠があるんですが息子さんが犯行をやった証拠があると松井所長を詰め寄るが、状況証拠だったため真相は闇の中、キウン君に何か起きてると悟った時、物的証拠がないと何を打っても正義が貫けないと思い監視カメラを設置。まあここに関しては証拠があるんですの一連に関しては高知県の話かどうかはちょっと微妙なところだなとは思うんですけれども、その前段に関しては俺大いにあり得ると思うんだよね。まあこれによって松井所長が揉み消したっていう可能性はある。いやあり得るね、警察の力で、うん、でこの警察に誰かしらが関わってきてるとかっていうことかもしれないよね、うん、それはタミヤなのかも、だからこの表彰されたことによってタミヤが口止めされてるとかなのかもしれないし、うん、もしかしたら本当に警察同士、まあ水木とかね、そういう内部での関係があるのかもしれないよね。うん、そうだね。さあ、ということで、あとは、黒島の単独犯説も、アリエル・ニト・マーメルさんは唱えてくれてます。南が話しかけたのでは、両親ではなく親戚。黒島の両親はすでに亡くなっていて、親戚が面倒を見ていた。前に奈良たちにマンションを親の持ち物と言っていたのに、両親が高知を出て、東京にマンションを買ってる感じがしない。南が聞いた豪雨のアリバイは、親戚夫婦の実の娘の話で、沢の話ではない、イコール黒島沢のアリバイはない。どちらにせよ、タミヤは、波止めを殺しているとは思います。誰にでも親はいる発言は、いくら本人が悪者でも殺してしまった波止めにも親はいて、悲しませてしまったことにへの憂いですかね、なんてことを言ってるんだけども、確かにな、なんか両親感がそもそもないんだよね、なんか黒島の両親って、まあ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 ね、そこの違和感もまあすごいっていうのが一個あるのと、確かにこの親の持ち物っていうのもちょっと違和感はあるんだよね、そのシンプルに、うん、なぜならそう、もう言ってた通り、なぜならっていうかこの方が言ってる通り、高知出ててなんで東京のマンション持ってんだよって、まあ、何とでも言えんだけど、そんなの親の持ち物っていうことは、じゃあ買ってあげたとかそういうわけではないってことだよね、うん、そうだよね、そうだよね、じゃあおかしいよね、ちょっと、あ東京にあるから、じゃあさあそこ住めよっていうことなんだ、そうだよね、流れてそっちだよね、うん、ちょっと確認したんですけども、黒島沢っていう病室の名前を見て、あれ黒島娘さんいらっしゃいますつって、まあ高知豪雨で娘が優しいお姉さんに傘借りてきたって言って書いてあったのが黒島だったんですよって言って、まああなたたちかなっていうようなことを言うと、違いますよと、松井先生がどうのこうのっていうことをまあ言っているわけなんで、なんかこの流れで見ると意図的に沢さんって言ってないようにも見えない、ちょっと南がってこと、うん、あ南がっていうか、そのシーンの作りとして、ああ、うん、そういうこと、まあ普通に考えたらな、だって沢のこと言ってるって思わなきゃおかしいけどね、まあそうだね、でもドラマってそんなもんよ、まあまあそっか、うん、だってそれこそ娘さんの話をしてるわけじゃん、うん、傘借りたっていうところで言うと、うん、もしかしたら本当にこの2人が親戚で、沢の親戚で娘さんがいるとすれば、そっちの方向にクンと行ってもおかしくないかもしれない、まあ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 、そうだね、まあちょっと無理はあるけど、うん、まあ、なくはないなっていう話か、流れの話はね、うん、続いて、まあ、ちょっとこれも本名かもしれないので伏せますが、名前は19話のあらすじで、小野も幼少時に高知にいたらしいですということで、これね、テレビガイドさんかなんかのウェブかなんかで
まあ、あらすじが出てたらしくて、今はね消えちゃったらしいの。だからこれも信憑性としてはすごくあるっていうわけじゃないっていうことは言ってきますね、うんうん、ただまあ画像としても送っていただいて、確かに僕も確認はした、うん、小野もまあ高知に幼少期にいたみたいなこと書いてあって、実際どうなんだろうね、本当なのかどうかも分かんないけど、まあね、まあそれこそね、あのタミヤがこう陣頭指揮を取ってるもん、はいはい、でやってる写真でこうこうやって立ってる女の人がいるんだよね、お団子で、うん、で俺らもねそれ気づいたの。でもさすがに小野じゃねえよなと思って触れなかったんだけれども、小野っぽい女の人いますよっていうコメントは結構ついて、ね、でもこういうことが起きてしまうと、うん、あれは小野だったんじゃないかって、いやーありえてきちゃうね、まさかとは思ったけど、たださ、それこそ5年前とかだからね、17とかでしょ、17でもうあのお団子の髪してんのかとも思ったけど、まあしててもおかしくねえもんな、別にってなってくると、より小野がまたこう黒幕戦線に名乗りをこう、うん、怖い怖いってこう手を上げ出すわけですよね。そうだね。やっぱちょっと一個面白いなと思ったの、読んでいい、うん、京志郎さん、はい、クズに生きてたとしてマジの記憶喪失なってたら草って。でもさ、でもありえそうじゃん、めちゃめちゃ、まあ、ありえそうだね、これめっちゃありえるなと俺一個思ってて、あ、確かに記憶喪失とか本当に袴田義彦になってるとか、あ、なるほどね、クズミが死んでるか生きてるかっていうのがまだ微妙なラインなんですよ、あ、まあそうだね、でもほぼ殺されてて、その桜木に、だけど結局なんか死んでるのか死んでないのか分かんない状態で、まあ、終わったわけだから、また目覚ましてね、本当に袴田義彦とかになってたら、ちょっとおもろいね、おもろいで、周りがみんな信じないでしょ、いや、頭やめてくださいやみたいな、そう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 、それおもろいな。そして最後ですね、プロデューサーさんがこれもテレビガイドかなんかでヒントとして出してくれてたらしくて、嵐さん、プロデューサーが明かしたヒント、1、小野が持ち帰ったボタン、2、奈々ちゃんが直したパズルのピース、3、反抗日、そして何らかのルールに基づいて殺す、殺してますってことを言ってたらしい。で、あの殺人衝動を持ったあの犯人ですみたいなこともね、あの別の雑誌かなんかで言ってたらしいんですけれども、そっか、でも小野が持ち帰ったボタンにヒントがあるっていうことは、もう小野がただただ関係してない説は薄いのか。そうだね、あれヒントなんだやっぱ。 あと反抗日っていうところで言うと、うん、やっぱりフィボナッチ数列が関係してんじゃないのみたいな話は結構コメントできて、無理だね、どうやったってフィボナッチ当てはまんねえわ、こんなフィボナッチなのかなじゃないのかもしれないですね。でもな、ここでフィボナッチ関わってきそうな気もするけどな。フィボナッチ数列とか使い出したらしっちゃかめっちゃかってか、わけわかんなくなるんだよ、まあ、俺文系だからさ、数字とか出されると本当にさ、もうあわあわしちゃうわけ、あはは、おはってなっちゃうのよ俺、をしてるの。なんか関わってるとしたらね、なんかシンプルな形で関わっててほしいよね、なんかね、足してとかなんかは、さあ、ということでございまして、あ、最後ですね、テレビガイドさんの方でですね、もう19話も20話もね、あの、あらすじ出てまして、うん、まあ、これ前も喋ったんですけれども、ちょっと改めて喋ろうかなと思います。沖原課長の姿が見えないことを不審に思った光は無線で呼びかけ、多分ちげえな、ああ、危ねえ、ボイスだったこれ、ああ、そこまでは分からんかった、間違った、危ねえ。サルサ、鳥肌、ワンちゃんとモモは気を失ってしまい目が覚めると、簡単なお仕事ですに募集してみただろ、それは。応募してみた、あ、ごめんなさい。さあ、ということで、あなたのまで惨劇編ね、19話はこれまで人に隠しにしてきたタミヤが設置した監視カメラで撮影された映像について明らかになると、で、ジグゾーパズルのピースから次第に事件の真相に近づきますよっていうようなことを書いてあって、最終話は真犯人をある作戦でおびき出すことに、愛するナナを殺した犯人の目的とはみたいな感じですね。まあ、ないも同然か、最終話のあらすじを。おびき出すみたいなことはね、あらすじにも書いてあったよね、確かね。うん、ここが最後なんだろうね、多分19話の 最後のラストシーン。そうだね、犯人、そしてバズルの裏からは犯人を絞り込むある手がかりが。何を伝えたいの奈々ちゃんっていうのがあって、翔太と二階堂みなみは犯人をおびき出すある作戦を決行、そこに現れるのは一体誰だ。くわぁ、すごい。まあ、303号室からよもぎだがバーンって出てきて、なんか血まみれのあるものが落ちてるとか、うん、あとはまあ小野がね、交換殺人ゲームには参加してないですよとか言い出すとか、うん、っていうこともあるみたいで、まあ翔太と二階堂がね、犯人をおびき出すある作戦を決行と、そこに現れるのは一体誰だと。さあ、ということでございましてですね、第19話も超楽しみ。いや、楽しみ。第20話なんかはもう本当にさ、ね、俺正直楽しむだけだと思ってるわけ。いやいや、そうだよ、こんなこと言っていいのか分かんないけど、まあまあまあ、まあ、だからもうここがもうラストかもね、ある種、確かに確かに、そうだね、考察というか、まあそうでしょう、もう俺はもう
ガーって楽しむからね、20話を言っとけ。楽しみたいわ。パソコン置いて、パソコン置いて、パソコン置いて楽しみましょう。もう置く置く、メモらない、メモらない、脳裏に焼き付ける。あ、いいじゃん。うん、あと2話しか見れないですからね。最終回が何時間スペシャルとかなんなかったらもうあと2時間しか見れないですから、ね、そうよ。もう噛み締めましょう皆さん。うん、本当にそう。で、多分何時間スペシャルとか多分なんないから、なぜなら10時半からのドラマだから。そうか、ね、2時間スペシャルとかになったら終わるの11時半よ。違うよ、違うよ、12時半。 10時半、0時半じゃん。12時半ってことだよね。そうそうだ、多分無理だから。無理だね、うん、多分ね、スペシャルとかなんないし、まあ、前倒すっていう可能性はあるかもしれないけど。ああ、前倒しか。でもないでしょ、前倒すなんて見たことあるか。まあ確かにないね、ないね、ないね、うん、ないです。ってことを考えたら多分本当にもう2時間しかないんでね。もう楽しもう精一杯。そうだね。さあ、ということでございまして、あなたの番ですは、毎週日曜日夜10時半から日本テレビ系列で放送しておりまして、僕たちはその翌日月曜日朝9時半にですね、最速で直後考察を更新しております。放送前日土曜日にはですね、その直後考察についたコメントなどをまとめた直前再考察動画も更新しておりますので、そちらも合わせてお楽しみいただけるとよりあなたの番です楽しめますのでね。19話からでも全然遅くありません。むしろ早い。早くはない。ぜひ楽しんでください。ということで、僕たちあなたの番です以外にもね、企画動画いろいろ上げておりますのでね、こちらですね、こちらに上げておりますのでね、あなたの番です見終わってもですね、お前ら応援するぞっていう方はですね、ぜひそちらも見ていただけるとですね、より僕たちがどんなやつらなのか、あ、こいつらこんなになんか気持ち悪い4人組なんだなっていうことが分かりますんでね、ぜひ見ていただければというふうに思います。ということで、以上ロクロック組でした。ご視聴ありがとうございました。僕たちはサブチャンネルであるとか SNS なんかもやっておりますので、概要欄の方から飛んでフォローしていただけると嬉しいです。ということで、ケメロジェ、はい、あなたの番ですっぽい一言お願いします。関係ないようであるんだよ。